ケイドット散歩。はい、どうも、ケイドットチャンネルのエリアです。こんにちは。どうしたの？どうしたの？どうしたの？すいません、元気が。こんにちは。こんにちは。ちょっとやっぱり。ということでね、はい、今ここどこにいるかと言いますと、はい、カールスプラッツ。カールスプラッツ。っていうかもうオペラ。ウィーンのオペラにいます。はい。まあ今回の動画はですね、観光ということで、あれ僕らはお互いオフだったので、まあ行ってみようかと。はい。普段どういうとこ住んでんねんと思われてる方は多分いたりいなかったりいなかったり。はい、いてくれ。いてほしい。いてくれ。いてほしい。本当にいてほしい。うん。多分いますよ。いるかな。多分いますよ。はい。ということでね、今観光来ました。見てください。これがオペラですね。はい。ウィーンオペラ。これがオペラですか。そう。これなるほど。ミッションインポッシブルの映画に出てたところです。はい、いや、そうやん。ほんまです。でガリレオ。ガリレオ。でれれ。こういうとこ食うんよ。そんなんいらんねん。あ、違う。ガリレオだった。ガリレオやそれじゃ。ミッションインポッシブル、ね。ミッションインポッシブル。でれれ。でれれ。でんでれれでれれでんでんでんでれれ。だからガリレオなるやん。途中で。繋がっちゃうんだよな。繋がらんねん。ということで、一回まあ近くの方一回行ってみたいと思います。はい、はい、ということで、まあ細で渡って前に来ました。見てください。はい。これもう、あれやん。見てください。もうこれあれですやん。そうです。はい。全く知りません。はい、本当に知りません。はい、ということで、スルーしていきましょう。この近くに見えますけども、オペラ。めちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗やん。すごいよ。これまここね、僕らも来て何回通ってやるぐらい今日来てますよね。ああもうねえ、会話下手だったの。すごいよね。会話下手だった。もう見てわかるんですけど、なんか建物が白でなんか基調されてて街が明るく見えるんですよね。ホテルザッハ、はい、到着しました。どうぞ。ちょっとこれもまた白で、もう全部白、建物全部白。何回も言うけど、もう多分そうなんちゃう。あんま色使わんのちゃうか。このホテルザッハのこの横にあるこの、はいはい、ザッハのザッハトルテを食べれるところがあるんですけど、はい、そこの照明を作られてるっていう、なるほど、このホテルね。それがまあ僕たちのお母さん。お母さん、もうほんまにお母さん、どん何が何かあったんびに話聞いてくれて、うん、大丈夫みたいな。なんかオーラありますよ。オーラすごいよね。それはやっぱそこまでのことを成し遂げる人っていう方の、何やろ、オーラはしてますね。確かに。ケニアさん、ちなみにエリア。あ、え、国になっとるよ。あ、エリアさん。俺ヤーやね、しかもケニアーやね。あ、あー、韓国さん。おー、コリア。あ、韓国を英語で言った時コリア。エリアさん。エリアや。マジエリア。漫画の方の騎士やないか。エリアの騎士やんけ。よう言われたわ、お父さんお母さんはこれエリアの騎士呼んだんかって。その頃ないやろ。その頃ないやろな。十何年前ないやろ、エリアの騎士。確かに。シベリアさん。え、シベリアさん。半島。半島。半島なっとるやん。シベリア半島なっとるやん。エリアやって。いや、質問いいっすか、そろそろ言って。うん、頼むわ。そうそう、名前呼んでほしかったぐらいけど。どうした、質問。ちょっといいっすか。質問とかあんの。お恥ずかしいながら、うん、ザッハトルテ食べたことないんですよ。うわぁ、そうきた。どんな味がするんですか。ですね、僕自身も食べたことないんですよ。食べたことなかった。そうなんですよ。と、うん、いうことでね、行きましょう。はい、はい。ケイドット散歩。それで今中入りました。エッケでいいんかな。エッカフェ、エッグカフェ、エッグっていう、もうホテルザッハの隣のお店で、もう繋がってるとこなんですよ。一緒なんとこなんですよ。そこに今入りました。メニューこれスパイスカウトです。彼女目線。彼女目線。彼女高ない。彼女座高高め。座高高。身長めっちゃ高い。座高高ない。キリンかなんかつけてんの俺。首な。これかな。オリジナルザッハトルテ。あ、それやん。あ、これや。そう、これ
アイスコーヒーを頼みたいと思って、アイスコーヒーないですよねって言ったら、ないんですよ。ないですよね。アイスコーヒーって言ったら、なんかあのコーヒーの上に生クリーム、ちょっとなんかアイスみたいなのって生クリームやろ、バンと飲むんですよ。それがアイスコーヒー、ね、こっちなんか違う名前なの。ブラックコーヒーに氷じゃないもんね。そうそうそう。ということで、はい、来ました。これザ・ハトルテです。有名なこれザ・ハトルテです。はい、いただきます。それで一口あげて、はい、どんな味すんの。めっちゃ濃い感じなんだ。チョコ、何これ、え、なになに、なになに。俺チョコやと思ってた、普通に。チョコじゃないの。チョコやねんけど、はい、なんかフルーツもある、フルーツな感じする。え、え、ちょっと待って、絶対そう、なんか中にこれオレンジかな、そういう系。一個食べてみて。大人な、え、なんかちょっとなんつうの、あれが入ってる、絶対に。いただきマッスル。あ、お前それ怖いよ。一回食べてみて、うん、もうオレンジやん、見て。やっぱそうやんの、誰に、そんな拡散でも、ね、うん、オレンジだ。なるほど、うまいわ。めちゃくちゃ美味しい。これうまいね、マジで。ケイドツ散歩。ダムがこんなんやった。これですよね。これ家にあったもん。やばくない、これめっちゃ綺麗。でかっ、これ引き抜けたね。めちゃくちゃでかい。何これ、なんていうの。シャンデリア。シャンデリア、すごくない？これ日本人の女性が作ったやつ。これ有名な店でザッハ。日本人ですよ。しかも女性で。素晴らしいですよね。人5人分の高さ。えぐいでこれ。キュードット散歩。ね、さっきザッハ取るって食べて、はい、今また。違う場所に向かって歩いてます、はい、すごいね人が。イースターってこともあってなんか分からない。いや、それ絶対ありますね。すごいわ人。ここね、結構有名というか、まあ、人気の通りで、はい、まあ、いろんな店ありますね、こういう感じで。そうですね。エスプレッソ、ここアップルです。ウィーンのアップル、最近ね、緑色が出てね、なんか出ましたね。こんな感じでエスプレッソだったりとか。でこの先行くと、はい、まあある観光名所に行くことなんですけど、はい、でこのままエスプレッソだね。今回はここまでということで、はい、次の動画ではね、これはもうシリーズ化することになりましたので、はい、そうですね。さっきね、さっきザハトルで食べてる最中に、いや、これその観光っていうやつじゃなくて、なんかもう散歩、うん、みたいな感じで、うん、ってことで、Kドット散歩というシリーズで今回お送りしていこうかなと、はい、これからは思ってますの で、 で次の動画ではそのこの先のところをお見せしたいと思います。ということでね、今回の動画はここで一回終わらせていただきます。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ケイドチャンネルのチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それではさよなら。めっちゃ見られてる。Some things are not the same as they were a year ago.